はい、今日は、浜村温泉のととやさんに来ております。温泉旅館ですね。和室の部屋です。これ魚とやって書いてある。多分ととやさんホームページにととやって、あ、冷蔵庫に2本水が入ってて嬉しいですね。除菌用アルコール、コロナの時代ですからこれも嬉しいですね。ととやさんホームページに書いてありました。部屋を見る前に、こちらが洗面ですね。洗面があって、この奥が、あ、ユニットバスついてるんだ。ちょっとね、あの昭和のね雰囲気のレトロな感じがするんですけど、温泉大浴場がありますので、そんなに気合を入れるところでもないですよね。ということはここはトイレ、うん、いいですね。はい、で、ここに、ミニテーブルがありまして、窓が2箇所ありますね。はい、で、メインの部屋が、おお、扉の開きも良くていい感じですね。はい、ここで靴を脱ぐのかな。靴を脱いで、あ、冷房もね効かせてくれてて本当にもう気が利きますね。ここもカーテンがあるんだ。はい、こんな感じですね。ん？はい、こうやって開くんですね。で、僕は、あ、そこがね浜村駅で、僕はトレインビューの部屋にしました。お、ちょうど列車が来た。いや、青空に映えるね。あの特急スーパーハクトですね。京都行きの列車が今、あの向こうが鳥取方面ですね。逆に、右側があの米子方面ですね。ではととやさんの和室の部屋、うん、すごく清潔感あふれますね。いいですね。建物自体はね古いんですけれども、すごく綺麗に使ってますね。ほら、いいですよね。で、温泉に行くのでね、ここにほら浴衣とか、まあタオルがありますね。はい、お菓子、金庫なんかもあったりしてね。食事してる時に中井さんが布団引くのかな、自分で引くのかちょっと分かんないです。何も言われてないから引いてくださるのかもしれません。ととやさんの案内が載ってますね。今日はね、1泊2食付きで予約いたしました。日本海の海の幸を楽しみたいと思いますね。あ、ここはね、あの魚屋さんだったかなが経営してる宿なので、料理に定評があるみたいですね。だから楽しみにしてます。まあ、その料理の模様も、アップしようかなと思います。はい、ととやさんの和室の部屋でございました。以上です。